はい、皆さんこんにちは、ちでございます。88のマイテンドマジックブック1ね、やっていきたいと思います。さあ、どしどしっていきましょう。ここをぶち抜いて、で、ぶち抜いて、これをすることで先回りができ、迂回できるんですよね。で、ここで敵出てきて、あと2回敵出てきますね、ここ含めて。はい、このやっぱエンカウントでも攻撃する選ぶんだろうと、ちょっとあの属性スリップ若干入っちゃうのかな。まあなんか数字がね、あのパラメータがあって、その見えないパラメータがあって、それでやってると思うんですけど、群れを見つけて見逃すか攻撃するかの時にはこうで攻撃したらガバッと増えるんでしょうね、という勝手な憶測をしてますけどね。で、通常の場合は攻撃する人はちょっと悪くなっちゃうのかな。でも退却しかないもんね。あと、賄賂送るとおかしいですしね。賄賂送るって。でも、賄賂送ってもね、全然話にならなかったような気がするんですよね、30年前は。はい、よいしょ。はい、アンロックね。いやー、ほんとね、このゲームやってたらね、もう1週間分の収録があっちゅうも終わりますわ。はい、これね、攻撃ね、賄賂を送る、降伏するって、降伏したらダメじゃないと思うんだけどね。あの3回攻撃する騎士の方よりも2回攻撃の弓の方が強いっていうのがねなんだかなっていうね。あ、今回は逆転しましたけどね、ちゃんと。確かね、これね、ちょっと待ってくださいね。強さ24でしょ？強さ21でしょ？ 21 と24。あ、でもこのゲーム、あれがあるんだよね。あの、ステータス上げるアイテム装備してたりすると上がらなかったことがあるんだよね。お、来たわ、やっぱり。はい、プラスの強さを得たと。確か魔法使いがね、29かなんかで行ったら上がんなかったんだよね。確かね。だから装備外して行ったら上がったんだよね。あ、強さ28上がったわ。めっちゃ強くなってるわ。あ、強さ25。あ、来た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 。あ、いや。何やってんの。ちょっとボケちゃったね。ごめんなさい。次はエリア A1 ですね。耐性。飛んでっちゃいましょう。町へのゲート。まあ、装備からでいいでしょう。次はエリアの A1 に行きます。エリアの A1 で体勢上げましょう。止まっておきましょうか。あ、一応、トレーナーと行ってみますか。やり過ごす。一応ね、ゴミをちゃんと整理しとかないとね。ロングボグレター、はい、スリング。もうこのスピード慣れちゃうとね、もう普通のスピードでするとつらいもんね。トレーニング。ああ、まだ足んないね。さあ、E1 に、あ、A1 か。A1 に行きまして。はいと。あ、間違えちゃった。で、キャンプ張るでしょ。で、A1 に行くと。4、3、はい。A1。はいと。
A1 はどんなんだったかな。ほう、あー、またこの真っ暗っていうとこか。12の1。あー、そうだ、しまった。まあいいか、機械使おうか。これ10、 B1 から入ってこないとダメなんだよね、確か。間違えちゃった。 A1 ここ囲まれてるとこだから、もう一回じゃあ行こっか。 B1 ね。で B1 からちょっと見てみましょうか。で B1 ここはどこだ。ああ、ここか。もうここ覚えてますよ。でこれいや違う、こっちだわ。でこうして、でこういって、でこのまま行ったら A1 に行けると。でこのまま抜けて、でもこの体勢がね、そうだ、ちょっと前回体勢上がらなかったんじゃなかったっけ。長持ちする光にしときましょうか。でこうでしょ、こうでしょ。あ、でぐるっと回らないといけないのか。で敵さん出てくるんだよね。でバンシーとワイバーンと長、勝てますよねこれね。うん、47のメテオだね。ああ、もうワイバーも余裕になったね、本当に。あ、ナーガだけ残ったんだ。で、体勢を上げて、よいしょ。はい、入った。で、一応ね、チェックしておきましょう。体勢がね、耐久力21でしょ？まあ、いっか。リターン機2回押しちゃった。21だったのが、はい。上がった？あ、上がってんね。でね、オークさんも26あるんですよ、耐久が。あるのにヒットポイントがあんな状態なんです。ねえ、ちょっと、不思議なんですけど、騎士なんてヒットポイント160あるからね。もう、まあまあ、上がったということで。で、次はじゃあね、エリア E2 ですね。E2 に、あ、これ知性は上がらなかったのか、確か。あ、そしたら知性上がんなかったね。あ、でももう一回行ってみるか。ダメ元で行ってみましょう。はい。E2。これさっきも、今週上がんなかったんですよね。一遍行ってね。一遍行って上がらなかったんですけど。あ、宇宙人なんか言ったね。私、宇宙人は、あれ？全員解放できてないの？ちょっとその辺はまだぼちぼち考えておきましょう。あ、しまった、逆行っちゃった。あ、E3行っちゃった。はい。で、ここでテレポートをで北に、3ですね。で、1、2、3。で、左向いて、また、テレポートですね。で、今度は、ウエストに、1、2、3、4、5、6、7ぐらい。あ、いけた、いけた。で、右行って、あ、やっぱないわ。ならないですね。
親切に扱う。化けの皮剥いでくれと。ダメだね。ということはこれもう知力はまあ上がっても仕方がないからね。知力はないと。で、じゃあ次はダスクの地下だ。ダスクの地下もう行ったよね。ダスクの地下行ったよね。あとじゃあ D2 か。ダスクの地下は行ったので D2。ああ、ここ南のクレリックか。D2 ですな。A43 の飛行で D2、はいと。で、ここがどこだったのか。どこなのか。ここか。強いんだよね、確か。あ、そうでもないか。あ、寝てないわ。また寝てない。寝てないんだけど、メテを唱えれるから。はいと。あ、楽だ、これ。でも線入んないんだよね。多分線入んないよね、これね。633か。辛いね。よくよく考えたら魔法使いまだ唱えれるね。あと2回唱えれるね、メテオね。このまま突っ走っちゃおうか。はい、スケールプラス1、シルバーシールド。シルバーシールドももういらなくなっちゃったね。で、これで、あ、ここにも確か敵がいるんですよね。そうだそうだ。うん。はい。47の、はい、メテオ。あら？パンソロミストってもの、あれ。はい、よいしょ。お、こんなの初めてみたいな気がする。あ、1000なんとか超えたね。はいと。はい、おー、銀、いいの来るかな。あ、来ないね。やっぱ敵の強さにもよるね、これね。で、こっち向いて、寝ないといけないわ。はい、で、さっき確認しときましょうか、魅力ね。うちの僧侶は、魅力、魅力は26あるのか。じゃ、僧侶で見ても仕方がないよね。あ、25あるわ、うちの騎士も。あらら、あ、多くね、多くさん22っていうので見ておけば分かりやすいから、下手すると上がんないんでね、25以上ある人は。テレポートで北に1234行きましょうね。あ、失敗するのか。そうか、失敗するのか。失敗したんだね。もうこれ一個ずつ取られていくしか仕方がないのか。で、はい、魅力は泉は各メンバーにプラス4と。さあ見てみましょう。上がってるかな。あ、魅力29までいってるわ。上がってんね。じゃあうちのこの僧侶は、あ、魅力30いっちゃった。おー、どこまで上がるんだろう。で、属性とかをここら辺で戻しておきましょうか。はい、ナジラの傷は治ったか。で、呪いは取り除かれて、
で属性が戻ったかな、あ属性モードに戻ったと。でしつこいですけどここは教えてくれるだけだね。いや敵出てきた敵出てきたか。はい、47の、はい、メテオでお疲れ様ですと。あ、キメラ。おお、キメラ出てきた。おお。おー、キメラ強いんだ。経験値美味しくなってきたね、またこういうので。さあ、じゃあこれが終わったので、さあ次どこ？次どこ？ミルク開けたでしょ？あ、次ドラガデューンだから。ドラガデューンだから、結局あれか。あー、めちゃくちゃ強くなってってるわ、うちのパーティー。もう一回ドラガデューン行きましょうか、次のパートで。ねえ。で、これ南のクレリックはここにいないよ、と言ってくれるんですね。じゃあ、まあ、またダスク行きましょうか。はい、ダスク行きましょう。はいと。はい、で宿屋の前ということで終わっておきましょうか。じゃあね、88のマイトアンドマジックこの辺で終わっておきたいと思います。どうもありがとうございました。